アーバンドックララポートと洲に停泊中のアーバンランチ、芝浦アイランドに停泊中のアーバンランチアーバンランチは観光機制工業株式会社が運行している水上バスの名称である。東京湾岸エリアでのコミューター的航路の開拓を目指している観光機制工業によって運行されている水上バス。2007年4月1日、東京都の運がネッサンス構想の指定により、 水面利用の規制緩和が行われている芝浦地区とお台場を結ぶ航路を開設したのを皮切りに再開発が進むと吉地区とお台場間などの定期航路を運行している幅の狭い運河や高さの低い橋梁下での運行を可能とするため従来の水上バスとは異なる小型船を採用地域間コミューターとしての側面も考慮されており自転車、犬の乗船も可能であり 新会場交通システムと称されることがある。貸し切りプライベートクルーズとして時間が知利用することも可能。その他、東京湾、隅田川において、チャータークルーズ船を運航。蒸気3隻とも比較的揺れの少ない固まらんタイプの同型船である。自転車固定設備、車椅子乗船用リフト設備を備える。乗船定員41名、総トン数19トン。 2007年建造、ありがとうございます。